ヒーハー。はい、それでは780円オリパを開封していきましょう。まあこんなに入って780円ですけど、780円って結構高いからね。はい、まあ4枚はこんな感じで。あー、スパインチラーいいっすね。霊撃持ってて攻撃で、破壊すると相手にダメージになって、はい、これ結構スパインチラー強いっすね。スパインチラーですね。はい、エルキフォーテが入ってます。まあでもここ最近ではまあそんなに価値は高めではないですけど。はい、それではちょっと量多いんで、はい、グリモか。欲しい人には嬉しいね。なんかストラクが多くない？お、ドラゴニックホースシールド、これ嬉しい。レイピアね、あーもういっぱい持ってるから、ほんとストラク多いな。お、騎兵学校か。まあいいカードですよ。100ドラ買ってない人だったらこれ買っとけばおすすめですね。と言ってもまあこれオリパは運なんで。シャルサーナか。まあない人には嬉しい。まあまあシャルサーナ結構持ってるんで、ドドドどんだけ買ったんだって話ですよ。買いまくったからね。ソードシールド、コロコロの A ドラムですね。まあこれはいいと思いました。リペアシールドか。まあ結構いいカードなんですけどね。一応必殺が入ってましたね。おお、フルバーストいいじゃないですか。おお、アステロイドいいじゃないですか。はい、2枚目。お、エーシェント忍者、これ PR ですね。持ってなかった人には嬉しいと思う。応募すれば誰でも手に入るんで、まあ、今となっては結構入手できたような気がしたけど。はい、あー結構強いけどストラクですからね。はい、これも結構いいですね。はい、アルギスガルド、ヘルレイピア、お、ブラッティダンスか。まあまあっすね。お、ホコリ高き、まあドラゴエナジーとかちょくちょくいいカード入ってるんですけど、そんなにいいカードってわけでもない。はい、まあこんな感じでしたね。まあ個人的には残念でもなく悪くもなかったですけど。はい、ボルジャッククロスネックスの方680円オリパーを次開けていくんでよろしくお願いします。ディエルマスターズですね。ておい。